まだ早いし、どこかへ行く？将軍の環境で歌いましょう。何？どうしたの？なんであんた宛に隊長ちゃんからメッセージが来るの？うちみたいな美少女の方が犬や猫に信頼されやすいものでしょ。わかんないよ。可愛いものは惹かれ合うって決まってるの。カフカを追う時に初めてあの子を見た瞬間、不思議なつながりを感じたんだ。鳴き声を聞けば言ってることがなんとなくわかるの。例えばこれ、ワン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 。これの意味はハロー、龍雲渡しの不当で変なものを見つけたんだ、興味があれば見に来てね、だよ。ちょっとしか吠えてなくてもそこにはものすごい情報が含まれてるから。でも隊長ちゃんは不当で何を発見したんだろう。一緒に行こっか。
会長ちゃんは自分たちはこれまで泉州のあちこちで手がかりを収集して何かあればすぐ報告してきたって言ってるよ。つまりその途中で何かを発見したってわけだよね。何なんだろう。こちらは元凶、将軍様の護衛だ。現在逃走中の重罪人を追っている。緊急事態のため連絡が途切れないようにこの明晰ボタンを残して行き先を記録する。これを見つけた者は運気軍が迅速に対応できるよう速やかに新作府まで届けてほしい。記録用の装置っぽいね。きっと隊長ちゃんはこれのシグナルを検出してうちらを連れてきたんだと思う。見た限りでは8、9歳の子供だよね。幼いのにもう将軍の護衛だっていうのが不思議だよ。泉州の子供はすごいね。こんな時に将軍の護衛が動くような重罪人といったら性格ハンターしかいないでしょ。彼の捜索活動はうまくいってるのかな。陣に関する捜索記録によれば手がかりは星砂界で途切れている。あっちの運気軍に話を聞いてみよう。隊長。元凶君どうした。新作府から出てくるなんて俺たち第一線の行動に興味があるのか。将軍様は心配事が多すぎるからね。護衛の身でここに来たのも当然その憂いを分け持つためだよ。まだ何の収穫もないんだよね。あの陣は優秀国で禁錮されていたが脱出後は後も残さず消えた。今頃はもうラフを離れているんじゃないか。後も残さずか。もしかしたらもともと逃げ出すつもりなんてなかったのかもしれないね。しかしよくもあれこれと物騒な連中ばかりがラフに集まってきたものだ。大丈夫だよ。将軍様の命により僕がその連中を払ってみせる。あんたが。そんな命令は聞いていないが。これは隠密行動なんだ。
なら人手を割いてやろうか。隊長の行為には感謝するよ。だけど秘密はね、知ってる人が少なければ少ないほどいいものなんだ。野望ついて蛇を出すような真似はしたくない。いい狩人は単独行動を好むものさ。人手を割くって、舐めてるね。僕がもうちょっと大人だったら。ちょっとした小細工さ。機構長がまだ動作していれば映像記録を確認できたのに、今はもう無理か。こんなに厳重な包囲網でも犯人の痕跡を見つけられないなんて、ずっと動いていないとしか思えない。やつ、しばらくラフを離れるつもりはないんだろうな。天白紙も大変なことになってる。紛失した精査を取り戻せるかな。精査の出入りは止まってる。犯人は逃げ出せないだろう。もし先週内を逃げ回ってるとしたら、この広さじゃ捕まえるのは難しそうだ。そうだ、各動点を行き来するには精査が必要なはず。奴に盗まれた精査が糸口になるかもしれない。一度不当に行ってみよう。
性格の影響がどんどん広がっている。受け止めきれるかな。剣飛燕のごとし。礼儀がなってないわ。誰かな。剣よ、我に従え。死んだふり？子供だましだね。死んだふり？子供。騒ぎを起こしたくはない。冒険たち行け。剣飛燕のごとし。これは？この傷跡は運気軍が残したものじゃない。獲物が跡を残したのであれば簡単だ。さあおいで隊長。気配をたどって跡を追うんだ。一般人が化け物に囲まれてる？ここの運気軍はちゃんと働いてないね。怖がらなくても大丈夫だよ。今すぐ助けるから。受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。私が守る。誘ってないけど。それ。宝剣たち行け。剣飛燕のごとし。小手調べは終わりだよ。万剣天雷。あ、ん？怖くない？受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。変だな、こいつらはいつの間に。すまないな、小僧。あ、いや、やるべきことをやったまでだよ。ナフの港は全部封鎖されているのに、どうして一人でこんなところに？我は、ある商船に乗ってここに来た。最近は旧友たちの姿がずっと頭に浮かんでいてな。会って昔話でもしようかと思ったんだが、ラフがこんなに険しい場所になっていたとは。
時期が悪かったね。先週でちょっとした事件が起きたんだ。まあ将軍様がすぐ解決してくれるだろうけど、行こう。一人でこんな場所をうろつくのは危険だよ。僕が運気軍の豚舎まで案内してあげる。そうそう、黒い服を着た長髪の男を見な。ああ、見えないのか。ごめん、僕はてっきり。僕は元凶、れっきとした運気軍の一員だよ。お姉さんの名前は？ケイリュウだ。へえ、じゃあケイリュウお姉さん、僕についてきて。ちょっと回り道をするかもしれないけど、安全に豚舎まで送ると約束するよ。小僧、どこに向かっているんだ？ふと、安心して、お姉さんは危険な目に遭わないよ。お姉さんは他の選手から来たんだよね。妖精？それとも奉公？どちらでもない、僧侶だ。王女？初耳だけど、そんな名前六層の選手にあったかな。お姉さん、ラフはいつぶりなの？お前は普段もよく喋るのか。あ、いや、ただ音を出したらお姉さんが僕の居場所を察することができるかなと思って。足元に気をつけてね、お姉さん。行こう。次はどこへ行けばいい？し、静かに。厄介事が起きてる。お姉さん、ここでじっとしててね。すぐ戻ってくるから。してるんだい。よく来たな、子羊よ。その地で神の技を注ごう。いいよ、僕がしっかり思い知らせてあげる。味方できれるかな。ケイン、我に従え。誰かな。のごとし。こいつらは何者だ？はあ、将軍が言ってた内なる敵って本当にいたんだね。いい腕だ、小僧。お姉さん、見えてたの？聞こえた。剣が空を舞う音、物を切り裂く音。これらは密かに剣技の優劣を示す。
学士はこと、詩人は韻を聞く。それと同じく、優れた剣士は剣を振るうときに決して鈍い雑音を残さない。一息で六振りの剣を収められる腕を持っているなら、運気軍の中でも指折りの剣士に違いないな。褒めすぎだよ。されど攻めるばかりで刃を隠す方法を知らぬ。ゆえに剣曲の終わりが多少乱れていた。どうやら曲と剣には通じるところがあるようだね。将軍様も同じことを言っていたよ。僕の剣は意気揚々としていて角が立っている。剣士の名を手に入れるにはまだ一部の成熟が足りないと。剣士？ああ、それは確か運気軍の中で剣術を極めた者が得る称号だったな。遠すぎる。その通り。陰月の乱以降、ラフで剣士の名を得た者はいないんだ。今も席が空いたまま。でもラフの運気軍が巡視から帰って演武典礼が再び開かれたら、僕がその名を得てみせるよ。運気軍の武芸はどれも伝承されていくものだ。小僧、お前は誰から剣を教わった？お姉さんが剣を知るものならば隠す必要はないね。僕は将軍様から剣を学んだんだ。将軍。久々にラフに来たとはいえ、軽減将軍の異名は知ってるだろう。将軍様は自分は剣に馴染んでないとか腕が鈍ってるとか言うけど、僕を指導するときはノリノリなんだよね。よし、周りも片付けたし行こうか。精査の運行記録は全部不当の蛇行儀に登録されているはず。航行中の精査はあった。
大牧師と構造師を経由したのか。よし、僕の用は終わり。今からお姉さんを安全な場所まで案内するよ。今は運気軍の屯所も安全とは言えぬだろう。そうだね。だからそっちじゃなくて優秀国に送るつもりだよ。食事や住所の心配はないし、兵士たちが見守ってくれるから絶対に安全さ。小僧、人を捕まえるには理由が必要だろう。挙動不審、そして隠し事、それだけで十分だよ。まさか僕が子供だから騙しやすいとでも思った？封鎖された港に突然旅行客が現れたこと自体が十分怪しいし、その上ここまでの道中で君の足取りは敏捷だった。とても盲人には見えなかったよ。剣術のことも耳で聞いただけで腕前を見抜き、僕の剣の数まで当ててみせた。その見識から見るにただもののはずがない。お姉さんは盲人じゃないよね。見えぬと言ったことはない。目隠しを見てお前がそう思い込んだだけだ。大丈夫だ小僧、お前には何の恨みもないし、泉州を不利な立場に追いやるつもりもない。この目隠しこそ目の前の景色に惑わされ再び魔音に落ちるのを防ごうとしている証拠だ。ここに来たのはとある人物を捕らえるため。お前に同行したのは都合が良かったからだ。君もジンを狙っているのか？ジン、今はそう呼ばれているのか。身を刃に宿し刀剣を極める、良き名を選んだものだ。我を奴のところへ連れて行け小僧。小僧は我にかなわない。ならば当然陣にも劣る。我が同行した方が危険な目に遭わぬだろう。剣を抜かなければ雌雄を決することはできないだろう。僕の剣をなめるな。運気軍と同士打ちをしたくはない。こうしよう、勝負だ。泉州に散在する忌み物で剣を試そう。誰が早いか、より多く切り倒せるか比べてみようじゃないか。もし僕が勝ったら？
ならば負けを認め、おとなしく幽州獄に行き処罰を待つ。だがもし我が勝ったら、陣の動向を教えてもらう。どうだ小僧。雲気軍は公務で賭けをしないよ。そもそもお姉さんは僕に勝てない。その自信は悪くない。だが剣を抜かなければ私有を決することはできぬ。そうだろ。この辺りの忌み者はすでにお前が切り尽くしている。場所を変えるぞ。ここで始めよう。魔音の実が横行し、容器に満ちている。剣で競うのに最適な場所だ。忌み者なら切っても雲気軍の掟に背かぬ。公務で賭けをすることにもならぬだろう。どうやって勝敗を決める？道の終点まで一匹たりとも残さずに切る。先に着いた者の勝ちだ。わかった。小僧が先に行くといい。お姉さん、その隙に逃げるつもりじゃないよね。慶面から何を教わったのか。口先ばかりだな。確かめさせてもらうよ。受け止めきれるかな。剣、飛燕のごとし。満剣天雷。ランス、戦闘準備。騒ぎを起こしたくはない。宝剣たち行け。剣よ、我に従え。あれ、遅いぞ小僧。そんなバカな。今回は何に足を引っ張られた。全力で来い小僧。さもなくば精査に乗っても我に追いつかぬぞ。これほど楽しめたのは久しぶりだ。
久々に剣を振るったからな。強が乗って魔音を蘇らせるところだった。さあ小僧、最後の余興はお前に残したぞ。三度攻撃するといい、譲ってやろう。剣を抜け、年長者を待たせるなど失礼だ。さもなくば久々に剣を振るったからな。強が乗って魔音をよみがえらせるところだった。さあ小僧、最後の余興はお前に残したぞ。三度攻撃するといい、譲ってやろう。剣を抜け、年長者を待たせるなど失礼だ。優柔不断だな。力も足りぬ。先ほどの地震はどうした？剣よ、我が心に従え。我の番だな。見るがいい。剣を抜いたら戻せぬ。一撃必殺だ。飛燕のごとし。もういい。なんだ。番犬天台。我が心に従え。先ほどの一振りだけは我を失望させずに済んだな。僕の負けだ。勝負はまだ終わっていない。我が最後に剣を振るう前に敵は全て消えた。剣を出して功がないなど、帝宮の使命の真意を冒涜するのと同じ、不吉とみなす。なんだと。小僧の実力では陣にたどり着いても殺されるのみ。刹那に命を落とすより我がもっと体裁を繕える選択肢を与えてやろう。この百連の一振りを見届けた後、
一人の剣士として死ぬがいい。どうだ小僧、我の剣を受け止めてみるか。いい度胸だ。集めた記録はいただいた。礼を言おう小僧。この一振りをもって謝礼とする。朝からの宴子、いずれまた会うだろう。あの得体の知れない女もジンを探してる。ダメだ、彼女が犯人に何をしようとも先を越されるわけにはいかない。急がないと。記録に出てきたケイリュウっていう人、危ない感じだったね。ラフの性格の危機は一体どれだけの変人をおびき寄せたんだろう。ねえねえ、うちら一刻も早くこれをケイゲンに渡した方がいいよね。まだ早いし、どこかへ行く？Thank you.
確かに元凶の明晰ボタンだ。かたじけない。君たち内容を見たのかい？彼女がうっかり押しちゃって。構わないよ。彼女は私の恩師だった。雲気軍にいた頃、私は師匠の部下だったんだ。だが師匠は随分と昔に泉州を離れたはず。もし彼女に会ったら、近づかずにすぐ私に連絡してくれないか。重罪人を追う任務を引き受けたのなら、彼の生死は我々が心配することではない。雲気軍にとって出陣とはそういうものなんだ。だが私はあの子を信じているよ。すまないね、教えられることはない。改めて礼を言う。列車の友人たちよ、昨日の淵は今日の背になる世の中だ。くれぐれも気をつけて。全てが解決して諸君らと心置きなく話し合える日が来るのを楽しみにしているよ。まだ早いし、どこかへ行く？
Thank you.
騙された気が。騙された気が。雲上のご騎士の話、かっこいい。ご騎士の話、かっこいい。騎士の話、かっこいい。Thank you.
攻撃のチャンスだよ。弱き者のために。乗ってる？自分の意志で結末にたどり着いてみせる。大したことないね。これで。ステージを重ねるほど最高になるんだ。
まだ早いし、どこかへ行く？Thank you.
Thank you.
時間よ。助けても何も出ないわよ。己を解き放つ準備。反抗陽動霊落。大したことないね。私が守る。すっきりした。はいになれ。礼儀がそれ
誘ってね。ランス、戦闘準備。
まだ早いし、どこかへ行く？Thank you.